2024 26年初めてての満満月月月ですね1日日金曜日満月がやってきましたはい、獅、え、子、ー、座の満月ですのでそのエネルギーを、えー、読み取りながら、えー、皆さん自身がこの満月とともに、えー、次のねさら、えー、なる幸福度アップのための時間になると思いますので是非最後までご覧になってくださいどうぞ。 こんにちは穴口恵子のハッピースピリアン l i f にようこそ、えー、今日もご視聴いただきめちゃくちゃ嬉しいです。ははい今日はですね 獅子座の満月で、えー、ウルフムーンとも言われているんですねなんか狼が遠吠えしてそしてまた仲間を呼んでですね、えー、なんか情熱をねこの2月に向かってこう語り合うようなねそんな輪が見えてくるんですけれどもこれは、えー、何もですね「狼たちが」っていうねこれはネイティブアメリカンの、ね、人たちが、えー、メンバーたちが言っている話なんですけれどもこれは獅子座の満月っていうのはやっぱりこの満ちて えー、あらゆるこの、えー、実りもうこれから2024年に本格的に入っていく中で自分自身の、まあ、予宿をするといいようなそんな時かなって私は感じます。そしてそのためにはまず何よりも、まあ、自分自身が自分の、えー、この2024年の美しい輝かしい玉座に座っているかどうかをチェックしたらいいんですね。じゃあこの 玉座に座っているってどういうことかというと要は自分の自主権を持って、えー、あらゆる角度から見た時に自分は、えー、自分自身がこう本当に決めたことを、えー、意図してやあの。 関わっててていますすか全てのことに対してですねいや自分自身と自分の関係もそうだし自分の衣食住に関してもどうでしょうかそのあたりをですね2024年バージョンのよりアップグレードした自分のために少しですね自分の体調にね体の調子とかね体の状態に対してもよく意識を向けて自分の健康管理に対する リーダーシップを取るであったりとかそして自分自身のライフスタイル全般ですよね、えっとまあ、食事もそうだし、えーね、住まい本当にこの今自分が住んでいるところこそが2 0 2 0年の自分の新しいさらに新しい地球とのね つな、えー、がりを持つ場所に、えー、おいてはふさわしいのかどうかであったりね着、えー、ているものもですね、えー、去年まで本当にお気に入りだったしそしてもう1年以上着ていないものってこのタイミングでもね本当にクリアにしてあの本当に満月なので全てはもう満ちた、えー、そ,そして、えー、自分自身の20 2024年の満ちた人生の、えー、状態に感謝とともに、えー、どのエリアの、えー、ね えー、自分自身にさらに、えー、次のね満月までに新月満月がやってきますがもう次の満月ぐらいまでに意識を放って、えー、自分自身がこの28日間でどんな自分を本当に、えー、こう表現してその情熱を持って自分自身の、えー、人生に関わっていくかというような、えー、エリアをね はっきりとさせていくといいのかなっていうのがやってきますそして、えー、この、えー、今回の満月においては、えー、あなた自身のやはり、えー、どのエリアが一番光ってますかって自分の人生のこの2024年でパートナーシップが光っている人といえばもう健康すごい健康 えー、管理ばっちりな人もいればもう仕事に対してめっちゃうまくいってるな行くなっていう感覚の人であったりとか、ね、家族の関係であったりとかその本当に自分とそのエリア地域とかねあるいは何かご縁なる人,人との新しいつながりとかですねそういったものがこうやっぱりこう、えー、感じ取って見てほしいしどんな この2024年に自分が本当になっていてい自分が最も幸福度が上がるための情熱をどこに向けて注ぎたいかというところをですね結構決めていくといいみたいですね。で私自身がやっぱりこの、えっと、今までコロナ禍の中そんなに去年あたりから結構ぐっとこう海外にもね足を運ぶようになったんですけど今年はより、えー、この海外にこう つながっていくとか海外で,で関わった、えーえー、人とまた新たな人間関係を築いていくためのなんか活動というものがなんか始まるというようなそんな感じがそこが一番私にとっては光っていてそこにすごく情熱を感じるんですねでもちろんこの日本全,全域ですね日本全国の皆さんとのつながりにおいても私自身がこう仕入れて 関わった、えっと、海外の、えーね、場所であったり人との間に出来上がった何かこう、えー、目覚めた、えーえー、意識っていうものを皆さんにお届けするとかねそういうやはりまだまだこの地球新しい地球そして一人一人のこう覚醒というところに、うん、見ていくと、えー、行ったり来たり行ったり来たりねこうこう。こうえーこう 揺れている方々がガシッてね揺れることのないためにこう私がなんか受け取ったメッセージを伝えるといいというようなことを言ってくるんですよね。で今日もその,あの満月の光とともに獅子座のエネルギーとともにそして、えー、今日皆さんと、えー、こうすごく、えー、つながって、えー、と手に手を取ってね、えー、あなたのその情熱をさ,さらに、えー、と現実創造していくためにサポートに来ている シリウスの光の評議会のメンバーたちなんですけれどもシリウスの光の評議会のメンバーたちはこの,、えー、この日もですね本当に情熱っていうのはもっといくとあなたが感動と感銘を本当に受けて火、えー、の打ちどころのない存在であることをこうあなたが認めるようなそんな時間を楽しみながら、えー、もうどちらかというとお祭り気分になりながらながら その、えー、素晴らしいあなた自身に出会うような、えー、出来事が待っていますので、えー、そういう出来事をあなた自身自ら作り上げるのもいいだろうしあなたと本当にこれから、えーとねえー、この1年をですね割とがっつりと関わっていくメンバーとの、えー、交流を えー、すごく深めるような、えー、そういう一人で過ごすというよりは何か、えー、全員がその人生のリーダーなのでそのリーダーシップを取るにあたって、えー、交差していく交流していく可能性がある、えー、人とのすごく、えー、語らいそして祝い、えー、予祝ですね本当にこの,じこの日は、えー、そしてまたこの日だけではなくてですねあの満月のパワフルなエネルギーがある間前後のね ええ二三日というのがやっぱりえー、どんどんと、えー、月は欠けていくけれども満満タンになったあなたはそれを満タンのエネルギーをですねそのえー、どんどんと使っていく行動行動に落とし込んでいくようなねそんな、えーえー、時間を取るといいと思いますねはいそして、えー、シルスの光の表記会はえー、っとその、えー、満月からのえー、っと次のえー、ね満月から一週間をあ通してえー あなたたが絶対対的にに叶えいいととうことに対しての情熱を注ぐ。その情熱はもう行動レベルに移していくで誰よりもあなたがそれを決めたならばそれは一番あなたが大事にしている人たちにちゃんと話すコミュニケーションをとって聞いてもらうそうするとその人々はそうなっているあなたをですね、えっと、この世界に 投影しててくれてそれが叶っていくというね意識のレベルで叶っていくための応援がやってきますので必ずですねこの満月に決めたことの満月の願いはあなたが行動を通して、えー、表現することでますます、えー、この宇宙が、えー、応援にかかってくれる応援応援してくれるだろうということを言ってるんですねであのシリスの光の最高評議会はさらにあなたに 叶えられないものはないというようなそれぐらいの情熱に情熱を持ってあなたが選んだことに取り組んでみてくださいとそしてそ,れそのような取り組み姿勢とか取り組み方を通してそれが深刻になってないね真剣になってないねそれがめちゃくちゃ楽しいんだというようなそういう状態で周り,と周りに伝えて行動を移してみてくださいね。 えーはいえー、あなたは1人ではなくてあなたにはたくさんの仲間がいてそれを応援する人々がいますもちろん、えー、あのシリスにはですねイルカとか、えー、ユニコーンもいるし、えー、リュウちゃんもいるんですねドラゴンですね、えー、羽,をあの羽,をし羽を生えたゴールドのドラゴンがふーンって今飛んできてですね みんな行くよみたいなすごいこうその羽を生えたドラゴンって西洋のドラゴンなんですがシリウスにはそのゴールデンドラゴンが。 乗っっってていなよ「教えてよあなたが本当に望んでいることを叶えに行こう一緒に」っていうふうにね言ってくれていますので「シルスの光」の評議会が今回ですね満月に呼んでみるといいみたいですねそして「ドラゴンに乗った、ねえー、瞑想」もやりたいところですね、えー、私これ覚えてたら、えー、YouTube ではないけどもインスタライブで時間取ってやりたいと思っています。というわけで、えー、今日もですね、えー、1月26日最高の「 の満月とともに吉んも含めてあなたの人生の主人公リーダーシップをとってワクワクのシリウスの光の評議会の応援をいっぱい受け取ってください。というわけで穴口恵子のハッピースピリアルライフでした。ありがとうごございいいいいます登登録録ただだててない方ぜひぜひ登録してください